こんにちは。今日はこの夢見る羊くん、これセリアで購入してるものなんですけど、これをねちょっと見た時に、こうやってすぐ色が変わっていくこういう段差目なので、棒針でねなんか見たらなと思って、でなんせね目安編みでどんな柄が出ていくのかっていうのを見てみたくて、普通にポーチは編もうかなと思ったんですけど、この表示でもある通りウール 100% って書いてるから、なんかあったかグッズを作れたらなとか思ってるんですけどね。私もなんかねいろいろ編めなくて、過去にハンドウォーマーとか作ったりとかしてるんですけど、それも結構難しいですよね。私はもう穴開きタイプっていうかね、ここだけ親指が出る感じでここだけ穴開けてこういうハンドウォーマーを作ってるんですけどね。それも上に動画を一応載せておくんですけど、それっきり、そうですね、なんかハンドウォーマーもちょっと難しいんで、何かなって思った時に普通にね、マフラーしか浮かばなくって、帽子とかもねちょっとこれで編めると思うんで、これもねこの前のスヌードで、終わったからこの棒針が開いたしっていうので、ちょっとね帽子編んでいこうかなと思います。帽子もねちょっと何ていうんですかね、この1色ずつしか買ってないから、どうしようかっていうところもあって、何ていうんですかね、かぶるその口のところはめっちゃなまったですけど、口のところは足りなかったら後で足してみたいな感じも後でできると思うんで、私これがねすごい気になってて、どういう感じで出るんかなと思って、赤と茶色だからね、これでちょっととりあえず頭位をね測って、でこのゲージ、またこのゲージもね見方が、これは10センチ平方っていうことなのかな、大体はそういうことで書かれてるのかもしれないですけど、一応この17目の23段まで編まなくても、17段で、5段ぐらいちょっと編んでみて、この17段がね何センチぐらいあるのかなっていうのをちょっと見ていこうと思うんですよね。それでちょっと遠いとこう計算して出していこうかなと思います。っていうのもこれはね表紙が大針が9号から11号って書かれてるんですけど、今回の8号なんですね。だからちょっとギュッと小さめにできると思うんで、このゲージもちょっと変わってくるのかなって思うんで、ちょっと17名で何段かちょっと編んで、それでちょっと計算していこうかなと思っています。ではちょっとねこれを取ってやっていこうと思うんですよね。こんな感じでもね結構入ってないのかな、これは何メートルだったっけな、42メートル、どうですかね。こんな感じでちょっとまた始めようと思います。こういうのもねなんか結構時間かかるものとかは、この針が取られるから、また他のものが見たいって なる場合は、100円だしまたもう一個買ってもいいですよね。なんかこうさーってやられてる方とかいられるんですかね、やっぱり。なんか結構大物だとね、ずっと針が取られてるから。どうなんやろ。100円だから結構何本も持って、いやすいですよね。あとこうやってやるんですよね、私は。という感じで、ちょっと17目、3、14、15、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな感じで17目作って何段か編んでちょっと見ていこうかなと思います。こんな感じでちょっと編んでみたんですよね。やっぱりこのメリアス編みで編んだらめっちゃ可愛いですよね、こういう色の、すっごい好みです私なんか今までかぎ針で編んでたのがもったいなかったなって思うぐらい可愛いですね。こんな感じで17目編んで、4段ぐらいしか編んでないんですけど、これで横幅をちょっとね、
ってみたんですよね。まあ大体にはなるんですけど、まあ、同じこう輪針を使って同じ糸でも、まあ、編み癖とかそういうので変わってくると思うんですけど、まあ、私の場合は8センチありましたね。なのでやっぱりこの表示は10センチ平方メートルのことですよね。これ17目の23段もっとゆったり編めるってことなんで、これが使用針指定がね9号から11号って書かれてるからね。まあ、なので私はここからちょっと計算しようかなと思います。まあね、ちょっと微妙なんですけど、17目で8センチで考えなきゃいけないんで、まあちょっと計算しようかなと思います。こんな感じちょっと出してきてみました。私頭位が59センチちょっと大きめなんですよね。でそれにするには、まあ17目、まあ、ゲージ17目を何個したらいいかなっていうので、でとりあえず59センチ割る8センチ、まあこれが8センチだったんでね、8センチにしたら7だったんですよね。でちょっと割り切れないんですけど、とりあえず7だったんですよ。で残りの3センチっていうのはまた別に書いておいて、で7センチなので何センチだよ、7なんで 17×7 で119になったんですよね。であと3センチぐらい欲しいなと思って、まあここはねきっちりしなくてもいいと思うんですよ。まあ、むしろ私はちょっと小さめでもいいかなと思ってて、でここの出し方は なぜかねこういう風に出して違うなってなって、でここはどうやって出したかな、まあ、17目で8センチなんで、とりあえず半分にしてみようと思って、まあ、4センチはどれぐらいかなって思ったら、これも割り切れないんですけど、8ですよね。8と9だと思うんですけど、まあ、7目にしようと思って、まあ、7目で、まあ、ちょっと大きめなんですけど、ちょっとここで下げてる分ちっちゃめなのかなと思って、もう7目に決めました結構無理やり感はあるんですけどね、この計算だから。ここの119と7目で126目で私は決めていこうかなと思っています。まあ、それもねきっちりしなくても大体で、まあ、いけると思うんですよね。こう伸びるから、伸びないものだったらねきっちりしないといけないと思うんですけど、まあ、大体はいけると思うんで、私は126でやっていこうかなと思います。まあ、この糸でこの輪針でっていう場合はってことですよね。でこれもねこのゲージを残しておけばいいんですけど、まあ、もったいない毛糸がもったいないんでね、私はちょっとほどいて126でちょっと目を作っていこうかなと思います。でまあとりあえず126目目を作ったところからまた動画を流していこうかなと思います。こんな感じで126目私は編んできました。で次はこうやってこのポチポチってなってるのが内側で、でこうねじれないように、まあこういう風に持ってきて、こうねじれてたらこういう風に戻して、まあこうですよね、ここでつなげていきますね。でいつもねこれ巻き込んでいってたりとかしてたんですけど、まあなんか無理あるなと思ってちょっとやめます。まあ、素直に後で糸始末しようかなと思います。まあ、できるだけね糸始末したくないから、この棒針の方も棒針の方も、まあそれもねなんかだんだん慣れてきて、まあ、できていくようになるのかもしれないしですね。でこういう風にちょっとねじれてるな、こんな感じでねじれないように内側にこのプチプチを持ってきて、でまあ何て言うんですかね、最初はなんかこの一玉じゃ絶対一つの帽子は編み切れないからと思って、まあ、あとのここのとこはね後で違う色で足したらいいわみたいなこと言ってたんですけど、やっぱりそういうのってちょっとおかしいのかなと思ってだからねもうここからこうゴム編みっていうかねしていこうと思うんですよ。で、まあ、
ですよね。ここのつな気味のとこもね結構微妙なんですけど、まあ、いつもね私は自己流っていうか、まあそれでいいと思ってやり続けてるんですけど、こういう風にして、まあ、ここから糸は引いてきますよね。で普通に、まあ、表編みをして、でここでマーカーをつけていくんですよね私。そういう時になんかこういうのがあればいいのかなって思うんですけど、こういうのはね、あのここにつけられてますよね皆さん。だから一目、あの一目目にここですよね。こういう風にしてこうつけて、で1個目こう表編みだったら表編みで編んで、やるとここは一番最初だなって。まあここ糸出てるからまあいいと思うんですけど、まあとりあえずつけていこうかなと思います。こんな感じでね、ちょっとで次は裏編みにしようかなと思います。まあ交互にやっていこうと思います。今回はまあ2個ずつやってもいいと思うし、まあ、それは好みだと思うんですけど、まあ、今回は1個ずつやっていきますね。こうやって表編み、まあ、この1段目はね本当にやりにくくて、あの作り目してるから。で次裏編み、まあ、それもいろいろやってみてここに落ち着いたって感じなんで、もうこのやり方はまあこれからもずっとやるのかなって思うんですけど、なんかねこうやって緩んでいくんですよね他のやり方をすると。私の場合はですね、なぜか。なのでもうこれでちょっときつくても1段目だけなんで、ちょっと頑張ってね1段目だけはこういう風にやっていこうかなと思ってですね、これ裏編みでまた表編みからね、こういう持ち方をしているからまた慣れてないからね、この持ち方だから余計ねぎこちないんですけど、まあ、こんな感じで交互にずっと一周126目やっていこうと思います。ずっとやっていきます。交互に表裏でやってきました。で今これ表なんですけど、表で一番最後は裏で終わります。一番最初表で始めてるんで、あぴったりだなっていう感じで、まあ偶数なんで、まあ、ぴったりに終わりますね。まあここは終わらなくても、あでも作り目で、ね、もう偶数にはしてしまいますね。こんな感じで、でまた次はこう見た時に表に入っているとこは表で、裏は裏、表裏、また同じようにやっていきます。まあこれはちょっと意味ないのかな、これ、まあ、ちょっとねここに入れていきます。ここの間、ここは一番最初ってことで、で次一番最初ここに針を入れて表から編んでるんで、表のところには表で、裏のところには裏、まあ、これもこうぷくってしてるのが裏で、ぷくっとしてないのが表ですね。ちょっと一段目は見にくいかもしれないですけど、こうやってね何段かちょっとやっていこうかなと思います。まあ、様子を見ながらちょっと編んでいきます。交互に裏表、それでまた何段か編んでいきます。こんな感じで5段編んできました。でこういう感じでビヨーンってなるんですよね。で次からはまあ普通に表編みでずっとやっていこうかなと思います。ここから一番最初なので、ここからこう、まあ、ひたすらずっとこう一周帰ってきてもまた表編みでやっていこうと思います。やっぱりこうやって表編み裏編みってしていくと、まあ、こういう柄も柄になってますね。こういう茶色がこう入っていって、まあ、可愛いですねこの色。100均のものには思えない可愛さ。
こうやってねずっと、まあ、何段編もうかっていうところではあるんですけど、まあ、大体かぶっていきながら、まあ、これぐらいかなっていうところまでちょっと編んでいこうと思います。あ、こんな感じでだんだん慣れてきましたね、私も。だからね、慣れてきたから、ちょっと慣れてきたから、まあ、めちゃくちゃ楽しいんですよね、今、棒針、針。こうやってずっと。あ、で、どうやって数えるかっていうところをね、このダンス、コメントで書いてくださってる方がいられたんですけど、私は第一層の、ダイソーでなんかカウンターこうやってカチャカチャってするやつですよね、あれ使ってますって方がおられて、私も今度買いに行こうかなと思ってるんですけどね、こう一周編んできたらカチャみたいな感じですかね。あ、そういうのを使われてるんですね、みんな、皆さん、まあ、いろいろ勉強になることばかりで、ちょっと100円だし買いに行こうかなと思って、あ、それで済んだらいいですけどね。また毛糸とか買ってきそうで怖いんですけど。あ、こういう感じでずっとやっていこうと思います。はい。こんな感じで一玉これぐらい編めました。まあ、ここでやっぱりね、赤で全部やりたいなって思っちゃうので、あとそうですね、あと3玉ぐらいはいるのかなと思って。で、ちょっとね、ロット番号も合わせて、買ってきなきゃですよね。あと3玉ぐらいを買ってきて、でまた色違いでね、この全く同じ目数で、まあここはね、センチで測るんですけど、測っていくんですけど、まあそういう風に作ろうかなと思うので、まあ、ちなみにね、ここは、そうですね、8センチぐらいですね、編めたのは。まあ何かこう参考になればと思うんですけど、8センチ。だからね、黒もとりあえず作りたいから黒もあと3玉、まあロットはね合わないですかね、やっぱりちょっと時間が経ってるっていうのもあるし、まあ合えばいいんですけど、こういう感じでちょっとね今回はここまでなんですけど、こうやってつなげてまたこの続き編んでいこうと思います。でまた別の動画で出していくかもしれないし、ちょっとそこは分からないんですけど、でこういう柄になりますね、こんな柄になるんですね。この黒もね、何回かかぎ針で使ってるんですけど、やっぱりかぎ針ではこういう、編み目にもならないし、なんていうんですかね、こういう柄ももちろんわからなかったんですけどね。こんなんなんですね。めっちゃ可愛いんですけど、この黒っぽいものでもね、やっぱりやりたいなって思いますよね。めっちゃ可愛くなるんじゃないかなと思って。色違いで。この赤もね、結構落ち着いた赤だから。ちょっと画面では明るく見えると思うんですけど、ちょっとね、暗っぽい感じなんですよね。ですね。まあ、この青とかもね、可愛いと思うんですけど、まあ、ちょっと、ここはね、この2色はちょっと考えようかなと思います。とりあえず、この赤と黒を作っていこうかなと思います。はい。今日はここまでになります。今日も最後まで見てくださり、ありがとうございます。